原爆ドーム前に流れる元安川には色とりどりの灯籠が流されました。世界中のみんなが誰かを助け合って生きていけば平和になると思ったから。死んでほしくない、誰かが死んでほしくない、戦争してほしくないし、もうずっと平和でいてほしいから。 Healthy for my family and me. Happiness.灯籠には原爆で亡くなった人を追悼する言葉や平和へのメッセージが書かれていました。それぞれの願いが込められた灯籠の光が元安川を照らし、祈りの一日が静かに締めくくられました。